ーの初期、はい、はいはい、おめでとうございます。おめでとうございます。では中の方にご覧ください。これからも、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、コースはお気持ちでございます。普段の現場の方はですね、事故なく、ボイスを持ちまして無事に今日迎えることができました。本当もありがとうございます。お家を建てるなって本当にいろいろ決めることがたくさんあったり、大変なこといっぱいあったんじゃないかなと思うんですけど も我々が見ても本当にデザイン的にも本当に優れたお家、できたんじゃないかなというふうに、感じています。このお家でですね、楽しい思い出いっぱい作っていただいて、これから楽しい生活をしていただければと思います。本当におめでとうございます。様新居完成おめでとうございます。本当に第一印象が良くてですね、こんなお客様の家を、お手伝いできたらなというのが最初の印象です。建物をどんどん作っていく中 ですね、いろんなお話をしながら建物できたんですけど、やっぱりこう最終的に考えてたのは、そうですね、家族みんなでいろんな楽しみを作ってほしいという思いがすごくありました。でそういう建物の形、住みやすい動線だとか、そんな家になったのかなと思います。でこれからたくさんの誕生日だとか、ね、お祝い事があると思うんですけど、おそらく記念写真もそこでいっぱい撮って、この建物もその幸せ作りにお手伝い、その一緒になったのかななんて感じます。で私もそうですね、札幌今ちょっと住んでますので、まあ、かなりちょっと年取ってきてボロボロになってきますけど、お付き合いは引き続きさせていただいてですね、本当に、まあ、家族のような感じで、友達のような感じで電話いただいたりだとか、そんな感じの付き合いができればと思います。今日は久しぶりにスーツ着ました。ちょっと気合も入ってます。これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、素敵な引き渡しセレモニー本当におめでとうございます。この住宅はですね、もう雪深い北海道に住んでいたら憧れるガレージ住宅ということで、本当に羨ましいなというふうに思いました。出会いからね、完成まで本当にうちのスタッフみんなお世話になりましたけれども、これから長いお付き合いよろしくお願いします。ありがとうございました。